皆さんどうも、ドヒさんです。今日やるゲームはこちら、アマングなんとかアス。なんとかのところに何も入らないよ。今日も絶対活動。人数12、2人インポスターだ。僕はどっちかな、クルーだぞ。開始と同時におならが鳴ってるな。おならじゃなくて警報ね。いきなりこんなこともあるんだ。とりあえずみんなで止めに行こう。止めに行かない人が怪しいな。いきなりだとインポスターも止めに行きそうだけどね。みんな止めに来てるねって。何急に会議が始まった。東和田くんがボタンを押したのか。インポスターがここで押すわけなさそうだから東和田くんは違いそうだな。特に情報もなくみんなスキップしたよ。だけど一人だけ東和田くんに投票してるな。種キャラくんが怪しいな。まあ毛を取り直していってみよう。気を取り直してね。毛は取り直せないから。またおならだよ。どんだけ芋食ったんだよ。だから警報だって。ギョッコくんもついてきてるし、ここは止めれそうだね。そしてギョッコくんはインポスターじゃなさそうだな。徐々に絞れてきたね。みかんがね。みかんは絞ってないでしょか。ていうか今この入り口から出てきた人がいたぞ。一瞬過ぎて誰か分からなかった。せっかくインポスターが誰か分かるチャンスだったのにね。会議が開かれないということは他の人も見逃したということか。仕方ないからタスクをやっていこう。これは上に上げればいいだけっすか。3人以上でいればインポスターにも攻撃されないし大丈夫。おならかブー。さあ次のタスクを探していきましょう。僕のタスクはどこじゃい。タスクの方から出てこい。自分から探しなさいよ。ここにありました。これはぐるぐる回すだけ。よし、タスク成功だ。みんなで行動してるからインポスターもまだ何もできてないのか。下手に手が出せないね。このままタスク完了しちゃうかもね。順調にタスクをどんどんやっていく。これでようやく一つ目だね。まだ一つなの？結構タスクやるのって大変だな。諦めずに頑張っていくか。タスクのメーターも徐々に増えてるもんね。矢印出てくれるとありがたいよね。最初から全部のタスクの矢印出たらいいのに。そしたら簡単すぎでしょうか。これで2つ目終了だ。あとは暗くなっちゃったから明るくしに行かないと。なんかいろいろ起きて大変だな。これを終わらせていく。はい、完了って。誰かやられた。人混みでやられた。一瞬過ぎて誰か分からなかった。あんなみんなの前でやるなんてすごいな。チャットではホワイトって言われているな。白の IMP 君か。言われてみたらそうだった気もするな。そしたら僕も IMP だとみんなに告げる。これでみんなが投票して一件落着。まだ残り一人インポスターいるからね。そして投票結果は IMP 君4票。でもスキップ4票。これじゃダメじゃん。あとなんで夏希くんは僕に1票入れてんだ？なぜみんな投票してくれないんだろうな。このままじゃインポスターにやられちゃうじゃないか。と思っていったら会議勃発。次こそ IMP くんにみんな投票してくれ。念を押してみんなに伝えよう。投票結果は IMP くん投票いっぱい。これで IMP くんさようなら。だけどインポスターじゃなかったらどうしよう。インポスターだった。よかった。不安だったのかよ。残り一人 IMP 君に投票しなかった赤とオレンジも怪しいな。仲間に投票はしなさそうだもんね。あと一人に気をつけながらタスクをどんどんやっていこう。これで3つ目。あと一つで勝ちだ。ドヒーだけ終わらせても勝ちじゃないからね。だけどもう左上のメーター半分超えたし、もう少し。またおならかよ。今回おなら鳴りまくりのおなら祭りだな。変な祭りを作るなよ。これで終わり。だけど上野も止めに行かなきゃいけないのか。みんな止めようとしてるし怪しい人がいないな。もしかしたらインポスターいないんじゃないの。
そんなわけないでしょう。ちゃんと一人いるよ。残り一つのタスクはどこかな。あと見てないのはこっちの部屋とか。あ、あったぞー。だけど4つ終わったら何してりゃいいんだ。誰が怪しいか探るとかしかできないんじゃないのかな。なる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 ほど。おー、こっからお手伝いとかできたらいいのにな。あとはみんな頑張って、僕は寝るから。寝てないで真面目にやりなさいよ。何してればいいんだろうって。またおなら。今日おなら多すぎ。今日おならの日にして祝日にしよう。そんなお休み嫌でしょうか。今オレンジマサトくんが矢印の方から来たぞ。もしかしてマサトくんがインポスターか。矢印の逆行くのは怪しいね。と和田くんと丸くんが止めたのか。この二人は違うかな。このまま何も起きずに時は過ぎてゆく。あー、しまっちゃった。ちょっと待ってよ、マサトくんと一緒にしないでよ。僕やられちゃうじゃん。さすがに今やったら疑われるから、マサトくんも何もできないんじゃないのかな。助かった。インポスターと二人きりにしないでよ。まだマサト君がインポスターと決まったわけじゃないけどね。全然何も起きない。かなり慎重なインポスターと思いきや誰かやられた。っていうかいつの間にか二人もやられてるぞ。ハルキ君とユタチ君だ。見つけれなかっただけでもうやられてたのか。残り6人誰だ。まあもうインポスターは決まってるけどね。ここでみんなにマサト怪しいと告げてみよう。そして場所を教えてくれないのは怪しいですって言われてる。今回発見したのはマサトくん。場所を言ったら自分が疑われるから言えないんでしょう。もうマサトくんに投票だ。投票結果はマサトくん3、そして僕が2。だけどマサトくん3票入ってるからさよならだ。これで僕たちの勝利だって。インポスターじゃなかったのかよ。間違えちゃったよ。ジュッピジュッパー。一人失ったのはきつすぎる。先生のせいだ。完全に土日のせいでしょうが。さすがおならの日。おならがすごいな。さあ止めにやってきました。だけどみんなが止めに来るから怪しい人がいないんだよな。怪しまれないようにしっかりとクルーのふりしてるね。そして会議が行われたよ。だけど誰だか全然わからない。話し合って探るしかないなーって。丸くんがもう投票している。話し合いする前に投票しちゃうなんてめちゃくちゃ怪しいぞ。もう丸くんだ。そんな決め方で大丈夫かな。大丈夫。おならがブー。おならの日にブッブッブー。さあ、丸くんに投票だーって。カーソルがうまく動かないぞー。どうしたらいいんじゃい。そして投票落ちちゃいました。結果は戸和田くん1票、丸くん1票。これじゃあ誰も落ちないか。誰だか全然わからんが、あとタスクちょっとで僕たちの勝ちだ。頑張るぞー。ああ、また暗くなっちゃったよ。明るくしに行こう。すぐ暗くなったりするなー。ああ、戸和田くん、まさか戸和田くんがやられるなんて。誰だインポスターは。玉子くんも前から来たから、もしかしたら戸和田くんを倒してそして一旦逃げて戻ってきたのかもしれない。それよりさっき戸和田くんに投票してた丸くんも怪しいな。こうなれやっぱり丸くんだ。投票結果は丸くん3票。これで終わりだインポスターたち。僕たちの勝利だ。やったぞーって。インポスターじゃないのかよ。また間違い。あ、ジュピジュパー。ドイシーのせいで仲間やられまくりじゃないか。気づいてないだけで僕がインポスターだったのかもしれない。ドイシーはクルーだよ。ジョッコくんとナツキくんどっちなんだ。怪しいのはさっき票が入っていたジョッコくんだな。っていうか誰か早くタスク終わらせてくれ。そしたら僕たちの勝ちなんだ。明るくしよう。ああ、僕が最後やられちゃった。負けちゃったよ。インポスターは夏樹くんだったのか。全然わからなかった。あとちょっとだったのに。あっちピチパー。完全にドイシーのせいで負けだね。しかし僕の行動自体はインポスター。というわけで僕の勝ちだ。負けだよ。次回こそは絶対勝つぞ。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。